このビデオではエレメンタリートレーニングについてお話しします。エレメンタリートレーニングとは上級トレーニングの最初のトレーニングという位置づけになります。まずエレメンタリートレーニングのコーナーへのナビゲーションなんですが、トレーニングメニューですね、こちらにマウスオーバーするとエレメンタリー3番ですね、はい、こちらが表示されますのでクリックしてこちらへ向かう、もしくはトレーニングのトップページですね、こちらクリックしてエレメンタリー、こちらをクリックですね、はい、そうするとエレメンタリートレーニングへ向かうことができます。トレーニングのトップページへ戻るにはトレーニングトップへ戻るボタン、オレンジ色のボタンをクリックするとトップへ戻ることができます。またですね、ダッシュボードからトレーニングコーナーへ向かい、トレーニングコーナーからエレメンタリートレーニングと、そういったナビゲーションも可能となっています。左側の女性が泳いでいるビデオなんですけれども、こちらにですね現在収録中のビデオを設置します。スクロールダウンをしていただくとですね、7つのトレーニングが設置されております。それぞれですねビデオトレーニングプラス PDF のレジュメ、こちらをダウンロードすることができます。例えばですねこちらクリックするとこのようにビデオのトレーニングがポップアップします。そしてレジュメのダウンロードボタンをクリックするとそれぞれのですねレジュメが表示されますので、こちらからダウンロードを行うことができます。はい、トレーニングの内容なんですけれども、これまでですねトレーニングの0番から2番までにおいてですね、本当に基本的なことからマインドセットから全体的なビジネスの流れ、こういったものをですね、まあ、細部を深掘りすることなく全体像を理解するということに努めてきましたけれども、この3番のエレメンタリーからはですね全体像の中の部分部分を深掘りしております。例えばですね、最初のトレーニングはキャッシュポイントのスライド、こういったテーマ、そしてですねクリティカル3ファクター、そして何を&どのように、そしてワンショットバーサス継続課金、そしてですねプライシング、そして相手を拘束ソフトバーサスハード、フリーから儲けると、このように7つのですねテーマにおいてですね深くですね学ぶと、はい、もしあなたがですね0番から始まった基本的なことからですね基本的なトレーニングをスルーしてしまいますと、それぞれここでですね学ぶべきことがですね点になってしまうんですね。全体的な流れを理解した上でこのようなテーマのそれぞれのテーマのトレーニングを受けていただくということが非常に重要になりますので、決してですね0番から2番までのトレーニングをスルーしないよう、最初に受講ですね順番に0、1、2と進んでいただいて3番というふうにお進みいただきたいと思います。このエレメンタリートレーニングのコーナーもですねノート機能がありますので、あなただけの備忘録としてですねこちらにお好きな文言をインプットしてノートの保存ボタンをクリックすると、そしてもし質問とか連絡事項がありましたら青いヘルプボタンをクリックしていただいて、こちらから弊社サポートセンターへ連絡を入れていただくということが可能となっております。はい、ぜひですねエレメンタリートレーニングからですね、まあ、高度なトレーニングになっていきますので、十分ですね時間をとってですねじっくりとですね受講していただきたいと思います。一度 で、まあ、完全に理解がしなかった場合ですね、繰り返しですね見ていただくことも大事だと思います。そしてまたですね受講した後もですね、定期的にですね再受講することによって、重要な点をですね、まあ、体に覚えてもらうということも可能となっております。はい、ありがとうございました。